今日は牛久市宍子町にありますツインギー&パラダイスさんにやってまいりました。大きいドッグランがあるところで有名なツインギー&パラダイスさんでございます。そしていつも夕暮れももも出てくださってます。今日はですねカフェメニュー、そしてドッグランを紹介させていただきたいと思います。早速行きましょう。めっちゃおしゃれ。じゃあまずこちらがサラダうどんです。こちら夏の期間限定メニューで今だけしかいただけない、そして特製のごまだれでいただけます。いただきます。大きなエビがプリプリ、美味しそう。なんかちょっとしたリゾート地に来たような感覚に陥ってしまう。めっちゃ野菜たっぷりだけどうどんもぎっしり入ってる。いただきます。うん、ツルツルのうどん、うまい。癖のごまがめちゃくちゃ濃厚なの、すごいごまの香りが、ゴリゴリの野菜がたっぷりでめっちゃヘルシー。こちらのフードメニューなんですけれども、野菜だけじゃなくてね、鶏も入ってるし、さっき食べたプリプリのエビもあるからお腹には満足すると思う。今から夏だからこういうさっぱりしたものも、うん、いいんじゃないでしょうか。では続いてのメニューいただきます。続いてはチャバタサンド。チャバタ、チャバタというのがイタリアのパンで、バターとか牛乳を一切使ってないヘルシーなパンです。今回はそちらをフィレオフィッシュでいただきます。すごいボリューム、いただきます。見た目普通のパンだけど小麦の香りが普通のパンよりもしっかりしてるような気がする。いただきます。ふわふわのパンっていうよりは結構歯ごたえのしっかりしたパンで、このフィレオフィッシュ、魚がタラを使ってるそうです。もうね、タラのフライがね、タルタルソースと抜群。この自然の中でいただける海の幸、そして小麦の香りの美味しいパン、そして野菜たっぷり。こちらにはスープも、そしてチップス、そしてピクルスもついてきます。こうやってみんなが遊んでる姿を見ながら優雅にいただける食事、贅沢の極みでございます。こんなのが牛久でできるなんて。残りも全ていただきます。そしてこちらがガパオライス。バジルのいい香りがする。フレッシュバジルも乗っててめちゃくちゃ美味しそう。この上に乗ってる目玉焼きもいいよね。いただきます。見た目よりもバジルの香りがものすごくしっかりしてて、鶏肉の淡白な味とすごく合ってる。美味しい。あったかいご飯だけどバジルの香りが爽やかだから夏に食べてもぴったりだね。ね、こちらにもピクルスとスープがついてきます。結構野菜もいっぱい入ってるからね、いろんなピーマンだったりパプリカ、そして玉ねぎ、ペロッといけちゃう。そしてこちらがワンバーグ。そうです、ハンバーグのワンちゃん用なんです。でもこちら人間も食べれるということなので、かよちゃんいただいてみます。どんな味すんのかな。なんかこちらは結構無塩、お塩使ってない、そして無添加だそうなので、白い方が鶏の胸肉、ひき肉、そしてもう一つの方が牛と豚の合い挽きだそうです。人間が食べるとちょっと味が薄いかなと感じるそうなんですが、食べれるそうなのでいただいてみたいと思います。ではまずは鶏の方からいただきます。口の中に入れた時には鶏の香りが、まあ、そしてね焼き目の香りはふわーっとすごいいい香りするけれども、味めちゃくちゃ薄い。あら病院かしらと思うぐらいに薄いんだけれども、めちゃくちゃ美味しい。そして噛めば噛むほど鶏のお出汁も出てくるので、ワンちゃん最高な一品じゃないかしら、これは。そしてもう一つの牛と豚の合いびきいきます。もうただただこれ見た目はただのハンバーグよ。いただきます。うん、すごい不思議な感覚。口の中に入れるときに香りがただのハンバーグなわけよ。でも口の中に入れてもぐもぐもぐってすると、やっぱりその人間に合わせて作ったものではないので、味がすごくあっさりしているので、香りはハンバーグでも味はちょっと薄い健康的な味がします。でも人間も食べれるから、ワンちゃんと一緒にお食事できるって最高じゃないですか。で付け合わせの猫ちゃんもいただきます。
結構ね味が淡白なんだけれども、あっさりしてるけれども全然私このままいけると思います。クリームソーダです。リゾート感満載、特別感ある。しかもさ、なんか見た感じちょっとね昔懐かしいクリームソーダ。いただきます。いいね、ソーダのいい香り。そしてこの真っ赤なさくらんぼ、そしてバニラアイス。こういうのがあるってことはさ、お父さんお母さんと一緒に来たりして子供たちがちょっと特別な時間を味わえるのがいい感じだよね。最高。ちょっとねこの蒸し暑い時期にこの冷たいアイスが喉にヒヤーっていいな。今日特別な時間でございます。ありがとうございます。こちらがそしてマンゴーラッシーです。よく混ぜてお飲みくださいとお伝えいただきますので、いただきます。爽やかなマンゴーのいい匂い。ここはどこかしら、南国のリゾート地かしら。まずツインギー&パラダイスさんの営業時間が木曜日、金曜日、土曜日、そして日曜日営業していて、木曜日が朝10時から夕方の5時まで、そして日曜日が朝9時から12時までの3時間の営業になってしまうんですが、もちろんドッグランだけの利用も可能だし、フードだけの利用もカフェだけの利用も可能だということです。そしてねこちらのドッグランなんですけども、750坪の全面天然芝、先ほどちょっと遊ばさせていただいて、とってもね心地いい。なんかここどこでしょう、どこに来ちゃったんだろうって思えるぐらいすごく自然に囲まれたところで、ワンちゃんが楽しく走ってるところとか、あとねそれを見守っているご家族の方々もとてもなんか見ていて落ち着きます。私も一人で遊びに来たいな。誰か一緒に来てくれますか。お待ちしてます。牛久のすぐ近くでこういう貴重な体験ができる、そして美味しい食べ物もたくさんいただけて良いなと思う。しかもなんかドッグランについてるカフェというか、まあ、カフェにドッグランがついてるというのもそうかもしれないけど、ドッグランはドッグランでめちゃくちゃ充実してるし、カフェメニュー最高でしょ。なんかねワンちゃんがいなくてもここに来てカフェだけ、まあ、美味しいものをいただいてみんなが遊んでる姿を見るのってさあいいんじゃないかなと思いました。たくさんの人々が遊びに来てくれることを待ってます。先ほどお伺いしてこのね動画を見て初めて来た人、何かいいことあればいいなっておねだりさせていただいちゃったんです。明日の放送からこの動画を見たよってお店の方に言っていただければカフェメニュー 10% オフいただきました。ありがとうございます。しかも8月いっぱい使えるということですので、ぜひ木金土日の営業時間内にぜひとも皆様動画を見たよって言って遊びに来てください。多分たくさんの人が来ちゃうかもしれません。ちょうど夏休み時期ですのでご家族と一緒に来てもいいかもしれないですね。さあそれでは皆さん、こちらツインギー&パラダイスのカフェお待ちしております。あ、ちなみにテイクアウトもできるそうです。皆さんいろいろ楽しんでこちらのツインギー&パラダイス利用してみてください。ありがとうございます。残り全部いただきます。